は鹿児島県鹿児島市上谷口町にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である駅名は駅所在地の生地名に由来する1954年に上伊集院村の請願により設置された薩摩松本駅設置前の上伊集院村には万十石駅が唯一存在していた万十石駅は上伊集院村の中心部からは遠く 1949年により、上井住院村は、村の中心部である上谷口あざ松本に、駅設置する西岸を、日本国有鉄道に行ったものの、計画地が、傾斜地に位置していることから、国鉄から、設置許可が得られなかった。しかし、度重なる西岸により、駅の設置が許可された。西岸駅であることから、上井獣院村は、村の財源及び、村民の寄付により、 駅の設置費用を全額負担し、さらに村民による奉仕作業が行われ、薩摩松本駅として上集院村の中心部に開設された。薩摩は旧国名である、薩摩国のことである。漢字が異なる、すでに同じ読みの松本駅が長野県松本市に設置されていたため、旧国名を鑑賞したものである。 松本は1954年に駅を設置した場所の、障子名が松本であったことにより、薩摩松本駅と命名された。その後、1960年に上井住院村が、調整施行した際に、薩摩松本駅が所在していたこと、現在の鹿児島市役所松本市所の場所に移転する、以前の村役場が、地松本に所在していたことにより、上伊集村から、 松本町に改称された。島式ホーム一面に線を有する地上駅であり、ホーム上に存在する駅舎には地下道を通る。2004年までは有人駅であったが、現在は無人駅となっている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の販売、及びチャージの取り扱いは行っていない。 校舎客の IC カード以外の普通乗車券は、駅の収札箱に投入、または、車掌が回収する。一部時間帯のみ、移住院駅の駅員が改札を担当する。簡易自動券売機が設置されている。2020年度の1日平均の乗車人員は473人で、ある。ありがとうございます。